皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。もう毎年ね恒例になったんではないでしょうか、 Bレジェンド WPI からココナッツのねココナッツ風味、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。毎年ね数量限定で販売されるこちら WPI ココナッツのココナッツ風味、毎年ね本当に大好評をいただいておりまして、完売してしまう人気商品となっております。どんな味か早速レビューをしていきましょう。こちらね1キロパックご購入いただきますと、赤い袋に入った大スプーンが付属してきます。こちらのねスプーンにねすり切ってパウダーを入れていただくと、まあ、30g 計量できて、タンパク質がね約 20g 以上取れる設計になっておりますんで、こちらねご活用ください。シェーカーの方に水を入れてきました。パッケージのね裏面の方には 150ml から 300ml を目安にと書いてあるんですけれども、まあ、自分はね 200ml で飲むのが好きなんで200ml 入れておりますが、味がね濃く飲みたい方は水の量を減らして、ちょっと濃く感じる方はね水の量を増やしてあげると味の調整ができるんで、まあ、そういった飲み方してもらえればと思います。それではちょっとパッケージ開封していきます。お、やっぱりパウダーはちょっとしっとりしているのが特徴ですよね。 WPC のパウダーってサラッとしてるような印象があるんですけど、もう見た感じこうちょっとしっとり感があるようなパウダーになっております。ココナッツのいい香りがしております。はい、吸い切って、はい、よいしょ、軽くローリング、縦シェイク、泡立ちもネタ場もほとんどできてませんね。綺麗に溶けました。あ、もう本当にココナッツミルクそのまんまのね非常にいい香りが漂っております。むちゃくちゃいい匂いがしてるんで、早速ねいただいていきたいと思います。いただきます。美味しいなぁ。今年も美味しいですね。やっぱりどんな味に近いかと言われますと、本当にあのまんまココナッツミルクで本当非常にね飲みやすく美味しい仕上がりになっているかと思います。でこちらね WPI になっておりますんで、まあ、乳糖であったり糖質とかね脂質が極力ねカットされておりますんで、タンパク質を効率的にね取れる商品になっているかと思います。乳糖でねこうお腹が緩くなっちゃってお腹下しちゃう、そういう方なんかにもね飲んでいただきやすい商品にねなってるかと思います。 WPI プロテインは、まあ、ココア、レモンとかねその辺の定番の商品になるんですけれども、まあ、数量限定としてココナッツミルクが加わりますんで、まあ、普段はねココアであったりレモン飲んでくださっているお客様にもぜひ試していただきたいフレーバーになっております。ぜひねこの機会にお試しください。でこちらのね栄養成分表示なんですけれども、1食あたりエネルギーが 106.2kcal、 通常のねやっぱり WPC のラインよりカロリーがね低くなっております。だいたいね通常のものって 120kcal 前後のカロリーになりますが、 106kcal と少なくなっております。タンパク質が 24.7g、 こちらもねやっぱり非常に多いですね。脂質 0.3g、 炭水化物 1.3g、 食塩相当量 0.04g、 ビタミン C が 42.3mg、 ビタミン B6 が 1.7mg となります。商品詳細につきましては動画の概要欄の方に商品ページに飛ぶ URL を貼り付けておきますんで、そちらから飛んでぜひチェックしてみてください。毎年ね数量限定で販売されるこちら WPI ココナッツのココナッツミルク風味、お亡くなり次第ね終了となってしまいますので、お早めにねぜひチェックしてご購入いただければと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。